120キロ区間なんで120まで行っちゃおう。マジかよ。どうも、一生小岩一のものです。久々シエガなんですけれども、今日ここはですね、千葉県に来てます。なぜでしょう。それはこちら、てれーん、グレッティで書いてありますよね。そう、ここはですね、トガストさんの敷地内なんです。今回ですね、このターボジムニーに乗っちゃいます。しかしながらですね、私といえばこのノーマルのジムニーのルックスとか性能に関して非常にこうリスペクトをしているというか、カスタムをしなくてもですね、これで満足していると何度も言ってきましたが、なぜ今日はですね、ターボジムニー乗りたいのか。それはですね、いやね、そりゃそもそもジムニーがね、高速巡航するタイプの車じゃないっていうのは分かってますよ。ただですよ、 1500cc のエンジンを積んでるにもかかわらず、あまりにも快適巡航スピードが遅すぎやしませんかと、そんなことを思ったりもしているわけなんです。いや、実際にはね、アクセルを踏んでいけばですね、120キロは余裕で出ますし、その先もぐん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 伸びていく気配はあるんですけれども、まあね、高速の100キロ以上の領域はね、苦しそうなんですよ。だからそれ以上踏まないでいてあげるっていうのが、親としてのですね、この子供のことを思った態度になってしまってですね、気づけば100キロ巡航どころか、まあ90キロ巡航ぐらいが一番快適な速度だなぁなんつってのんびり走ってるんです。で、それは全然嫌じゃないんです、楽しいんですけれども、これがもうちょっと早く巡航できるような車だったらどんな気持ちなんだろう。そして絶対速度だけではなく、加速性能についてもこれ以上のものがあったらジムニーってどんな車に仕上がるんだろう、といったあたりの興味からですね、こちら今日ですね、取材させてもらうことになりました。はい、というわけで改めまして、一生小岩一のものなんですけれども、今日ですね、こちらの車両を紹介していただく、トラストのですね、マツティさんを呼んでみたいと思います。マツティさん、お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マツティと申します。はい、マツティさんです。はい、はい、マツティさん、ちょっと教えてほしいんですけど、はい、今回のね、ターボキットに入る前に、はい、このトラストさんのデモカーですよね、はい、これ、はい、なんか背が高く見えるんですが、どうしてなんでしょうか。あ、それはサスペンションですね。はあ、うちが出しているグレッティの、グレッティのストリートダンパーという車高調入ってまして、はい、通常のノーマルよりは 1.5 インチアップの高さで設定しています、はい、このサスなんですね。そうですね、はい、フロントは減衰調整付きなんで乗り心地も選べれる、そんな感じですね。わかりました。このフロントなんかごつい感じなんですが、はい、これは何ですか。これもバンパーも自社製品なんですよ。あ、そうなんですね。はい、グレッティのクロスバンパーという製品でして、はい、見た目かなりゴツゴツしてるんですけど、はい、作りは本当しっかりしてます。なんかすいません、私すっごく古い人間なので、はい、トラストさんというと、はい、こういったバンパー作ったら、はい、もう地面べったりまでこう行くみたいなイメージなんですけど、もう揚げも作ってるんですね、最近は。そうですね、まあ、昔のイメージはやっぱそれが強いんですけど、はい、うちはもういろいろジムニーもね、オールマイティやってますから。というわけで早速なんですけれども、ターボキットを解説していきたいんですが、その前にこれ私のですね、ノーマルエンジンを見てください。ほら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 、あ、これすいません、これ花粉ですね、花粉。まあそれはいいんですけれども、完全にノーマルエンジンです。で、これに対してこちらがですね、ターボキットを組んだエンジンルームになっているわけなんです。で、これから紹介するこのトラストさんのターボのデモカーなんですけれども、トラストがですね、出しているターボキットを組んだ仕様にですね、オプションパーツを組み合わせたものになります。じゃあキットの構成を見ていきます。まずこれがですね、 TF035 というですね、タービンになります。でね、何回も言うように、今回のこれポイントはボルトオンターボなんですよね。エンジンの側にですね、加工が必要なくてそのままセットできるものなんですけれども、ただボルトオンターボでいつも問題になるのはこのターボの置き場所なんですが、果たしてこれだけの大きなものをどうやって置いたんでしょうって、ちょっとわざとらしい振りですけれども、それはなぜなら、さっき見たエンジンルーム、そう、なんとですね、もともとスズキがここにターボを積んでくださいよと言わんばかりの空間を残していてくれてるからなんですよね。これもあれですよね、軽自動車規格はターボエンジンを搭載するからというところもあって、シーラはそのメリットを享受できてスペースがあり、だからこのようなターボキットの開発がされた、できやすかったという背景もあると思います。で、さらにですね、これです。ターボの先にあるのは、これはですね、エアクリーナーなんですが、これも専用設計でキットに含まれています。このパイピングもそうです。で、
ターボチャージャーに行くためのこの駅マニ、これも専用設計のものが含まれています。でタービンで下級されたエアがですね、この下なんですが、下からこのように来てフロントに注目。このグリルの裏側にですね、ほらシルバーのコアが見えますが、これがですね専用のインタークーラーなんです。インタークーラーで冷やされた空気はですね、こちらのパイピングを通りまして、この先吸気に向かって下級をしていくというわけなんです。そうそう、さらにこの奥ですね、専用のキャタライザーも用意されています。ちなみにキャタライザーはありのバージョンと競技専用のなしのバージョンの2タイプが選べます。このターボキットを駆動するためにはですね、こちらの ECU のですねデータの書き換えが必要になります。こちらもですねトラストさんの方に、本体のノーマル ECU を送ればですね、書き換えて戻してそれを装着すれば OK という形になります。ちなみにこのターボキット装着の際にはプラグをですねネッカ8番相当への交換が推奨されています。ちなみにこのキット完全ボルトオンなんですが、1箇所ここのですねパイピングとラジエーターのサポート部分、ここにですね一部干渉してしまう恐れがあるので、予防策的にですねこのようにカットをしている部分があります。いやそれにしてもこれだけの大物をですねセットするための空間がしっかりあることに、まあジムニーシエラに感謝なんですが、空間があることを考慮に入れてもですね、この配置の無駄のなさはですね、さすが長年の歴史のあるトラストさんならではだと思いますね。でちなみにですね、こちらのトラストさんのデモカーにはこのように、これまた専用のシエラ用のマフラーがセットされています。このマフラーの装着はですね必須ではないんですけれども、装着をした方がですねより効率よく、しかも大きくパワーがアップするので推奨されています。ちなみにですね、ターボキットを追加したことによってタービン自体をこう冷やすためのオイルの流浪を作る必要があります。そのためにオイルパンの加工が必要となりまして、この下このようにオイルパン化がですね特別にラインをですね増設する形で溶接する必要があるんです。ちなみにこの構成、つまりマフラーまでセットした状態での出力アップ度合いなんですが、このジムニー、ノーマルのジムニー、カタログ上ではですね102馬力あるんですけれども、実際に車種台で測りましたところ、トラストさんが測りましたところ、なんと77馬力しか出てませんでした。がこちらのですねトラストさんのキットを組んだ状態で同じ条件で車種台で測りましたところ、キャタライザーありのバージョンで約28馬力アップの105馬力、そしてキャタライザーなしのバージョンではですね約35馬力アップの112馬力を叩き出してるんです。で馬力もすごいんですけども、さすがターボと思わせるのがトルクのアップ仕様で、ノーマルがですね104ニュートンだったものがキャタありで158ニュートン、 1.5 倍、さらにキャタライザーなしバージョンでは161ニュートンまで出てるんですって。すごい。そうそう、このですね ECU の書き換えの時にですね、このターボキットに即した内容に書き換えられるのはもちろんですけれども、レブリミットも上がってまして、6200回転からなんと6500回転まで上がってるんです。でマスティさん、今ですね、はい、紹介させてもらったんですが、はい、これは今回の車両はターボキットの基本セットの他にオプションパーツも入ってるんですよね。そうですね、はい、オプションパーツ何点かこの車にはついてます。はい、ちょっとそれを教えてください。はい、まずは、まずじゃあ一番目につくこの子かな、はい、これ見ての通りブローフバルブですね、はい、このブローフバルブなんですけど、通常のターボキットにはこちらは標準では入っていなくてですね、まあ、任意で付けれるオプションとして設定しています。これ付けることによってこれですね、後付けのこのターボキットのターボ、これのバックタービンへの防止、まあ、要はあのタービンの長寿命化ですね、それに貢献できます。あと運転しててこのパーツもちゃんと機能するんですよ。アクセルを踏んで下級をする、その後ですねアクセルを抜く、そのタイミングでパシューンの音がこのブローフから聞こえます。まあターボ化するのって、はい、その音を出したいからですからね。いやもうその通りなんですよ基本的には私なんかはそういうことです。そういうことですよね。要はもうそうです、運転してて楽しくなるパーツです。これは分かりました。ついでにタービンの保護もできちゃうそんな感じです。分かりました、はい、その他何かこのキットを組んだ後気をつけるべき点ありますか。エンジンオイル純正が確か020だったと思うんですけど、あのターボ化してるんでちょっと粘度を上げてやる必要があります。推奨は5W30 以上ですね。さらにですね、
これです。イオン管理に大事なパーツ2つあります。バンパーの中にある青いオイルクーラー2つ、これを見てほしいです。1つが、エンジンオイルクーラーです。走行風を当ててエンジンオイルの温度を下げる。ターボ化してますから必然的に熱量が上がります。オーバーヒートの可能性がそれだと高まっちゃうんで、オイルクーラーで今度はエンジンを冷やしてやると、そういう働きも必要になります。オイルクーラープラス、あとこちらにあるのがオートマ車限定なんですけど、つける必要のある ATF クーラーですね。 ATF はミッションの中を潤滑しているオイルなんですけど、出力向上している以上はオートマの方も温度が上がりやすくなるためなりますから、これで ATF クーラーで、オートマ自体の温度も下げてやる。さらにですね、さっきうな丼さんがご紹介してくれたオイルパンなんですけど、オイルパンのリターンチューブというのはキットの中に含まれてるんですけど、これの溶接がまた大変手間なんですね。なんでトラストではその溶接済みのオイルパンというのも販売しております。溶接ができない、溶接難しいという方にはそちら買っていただくことをお勧めします。そしてこれもオプションパーツの一つですね。これはウォッシャータンクなんですけど、ターボキットを入れると純正のウォッシャータンクがスペース的につかなくなっちゃうんですよ。そのためにうち作りました。アルミで作ったウォッシャータンクですね。ちなみにこれうな丼さんの車なんですけど、ノーマルだとこういう感じですね。やっぱ見た目の印象はかなり変わってきます。さあ、そしてですね、ここから先はですねキットとは関係ないんですが、さすがトラストのデモカー、中かっこいいんですよ。見てください。でで、グレッティのロゴ入りのパケットシートが2脚、さらにですね、ほら、ステアリングもカーボン柄が入ったタイプになっています。ただ、私が一番言いたいのはここ、このね、追加のブースト系なんですが、これ、トラストさん独自のシリウスというシステムを使ってるやつなんですけど、これね、一つのメーターで様々な表示ができる複合タイプのメーターなんです。これかっこいいんです。見てください。これ、アナログのブースト系のように見えて、ほら、このようにですね、これ今水温の表示になってます。奥にあるアナログのブースト系と手前のデジタル表示で様々なパターンの表示が可能なんです。さあ、早速試乗しようと思ったんですが、マーツティさんどこ行ったのかな。ほら、なんかもう一台出てきた、もう一台出てきた。よいしょ、うな丼さん、試乗の前にですね、これを見てほしいんですよ。何ですかそれは。これが今トラストが展開しているトラストコンプリートかグレッティパフォーマンスエディション、そのシエラです。すごい、はい、その長い社名をよく一気に言えましたね。いつも噛みそうでヒヤヒヤしてます。マスティさん、はい、コンプリートってことはどういうことになるわけ。新車をトラストさんが用意するってことですか。はい、そうなんです。新車に対してうちのターボキットとか、あとホイールとか、もう全てにおいてですね、トラストパーツをつけるっていうような感じですね。詳細についてはかなり、ね、多岐にわたるのでホームページ等を参照してほしいんですけども、はい、ターボキットがついて、はい、オイルクーラー関係もつく。そうですね、マニュアルだったらさっき言ったエンジンオイルクーラー、オートマだったら ADF クーラーも一緒につくよという感じですね。なるほど。先ほどオプションで説明してもらったものもコンプリートではついてくると。はい、はい、そうです。マフラーは、マフラーはデモカーについているトラストの G スタイルマフラー、見ましょう。はい、はい、一緒のがついてます。このお客様はですね、バンパーとかいろいろホイールとか、ちょっとご要望があったので、いっぱいたくさんお客さん仕様にはしちゃってるんですけど、標準仕様でもこのマフラーはつきます。G スタイル。今お客さんのオプションという声があったんですけども、はいはい、つまり新車コンプリートはこの仕様ですよ、はい、じゃなくて、はい、プラスアルファでどんどん やれるんですか。はい、そうですね、ご要望があればですね、例えばホイールは標準で TE3 ならレイズのホイールですね。をつけてるんですけど、まあ、ご要望があれば例えばアドバンにしたいとか変形にしたいとか、そういうご要望にはお答えしてますね。これはオーダーを受けてからターボキットを装着していくっていう感じなんですね。例えば、はい、私が思ったのは、はい、新車をトラストさんが購入して、はい、ターボキットをつけた状態で売りに出すってわけじゃなくて、あ、そのケースもまあ稀にあるんですけど、基本的にはオーダーをもらってから作るオーダーメイドシステムですね。なるほど。を採用してます。わかりました。でも そもそもの、ね、はい、新車のオーダーがさ大変じゃないですか。はい、私はたまたま2ヶ月で納車されましたけど、はい、早いですね。早いんですよ、たまたま。ただオートマとかだと1年以上とかなりますよね。はい、なるんです。だからやっぱ
ちょっとね、時間かかるから嫌だな。いや、だからいいです、いりません。待ってください、待ってください。何ですか？そういった、うなどんさんのようなお考えの方、結構いらっしゃるんですよ。はい、いますよ。だから、うち、大友在庫してるんですよ。大友社の。いやいや、それはないですよ。え？いや、本当です。新車を。本当ですか？そう、今日の時点で5台あります。新車の大友が。え、マジですか？はい。やばいですね。ちょっとそれを見に行きましょう。じゃあ、行、はい、きますよ。せーの。あ、何やってんですか。すいません、年なので申し訳ありません。着地に失敗しました。着地失敗、はい、練習しないとね。で、これが、はい、そう、これです。これがあの入庫してるオートマの新車なんですよ。マジですか。いや、マジ信じられませんよ。中見るまでは。人が言ってね、納期の早いマニュアルなんじゃないですか。どうぞ。オートマでした。申し訳ありませんでした。いや、僕嘘つけないんで。マスティさんは嘘つきません、はい、そう、誠実なんです。誠実な方です、はい、でもこれ素晴らしいですね、うん、普通新車コンプリートって、はい、このジムニーに限らず、はい、普通はオーダー受けてから新車を発注してじゃないですか、はい、でもリスク取って最初にもう発注してくれてるんですね。そうなんです。やっぱね、これ素晴らしい。1年半とか2年とか長いですよ。そこまで待つなら、もううちのトラストコンプリートか買った方がいいです。なるほど。すごい、買った方がいいです。こんなに断言する営業の人珍しいですね。言っちゃった。ちょっと口が滑りました。こんなに推しの強い営業の方も珍しいんですけども、でも多分そうだと思います、はい、一応新車というは言ってますけど、登録済み未承車ですね。正確に言うと一回トラスト名義で登録している車になります。なるほど。あ、はい、だからこれナンバーが成田になってるわけですね。そういうことです。なるほどね。で、成田になってるということは、そう、この近く成田空港がありまして、はい、この撮影もね、飛行機がガンガン通るから何回も止まってるんですよね。そうなんすよ。ただですね、ここ非常に空気のいいところですから、あのシエガも在庫中、あのピカピカになってくるだと思います、はい、空気がいいから。よくわかりませんけれども、はい、マニュアルの在庫ってあるんですか？マニュアルは今実はメーカー納期が 2-3ヶ月、早かったら3ヶ月ぐらいで来るんですよ。そうですよね、私もそうでしたから、はい、うん、はい、だからマニュアルは基本的には在庫取ってないです。なるほど。ここであんまり褒めちゃうと私もトラスト側の人間じゃないと思われるかもしれませんが、でもね、これは結構マジで嬉しいと思う。1年とかね、1年半長いですからね、はい、いや、もうフェラーリ買うんじゃないですから、ジムニー買うんですから。例えばこの車はオーナーさん好みの仕様に結構カスタマイズしてるんで、バンパーとかグリルとか昭和ガレージさんだったりアピオさんだったり、いろんな名だたるジムニーメーカーのパーツ使ってはいるんですけど、まあこれに限らずですね、例えば行きましょう。合ってる。いやいや、マスティさん、マスティさん、どこ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 です。すみません、ちょっとここです、ここです。すみません、ちょっと僕体力あるんで、若さが、あ、すみません、若さが出てしまって、すみません、なるほど、分かりました。申し訳ないです。はい。で、例えば何ですか、うん、これ。例えばこのジムニーシエラ、これもコンプリートカーでお客様の要望のもと作ったんですけど、このフロントバンパーですね。これデモカーと同じクロスバンパーなんですよ。グレッティクロスバンパー。あとはホイールもレイズさんの18インチに変えてたりとか。そして、いや、マスティさん、何ですか？ホイールもすごいんだけど、これ何、この奥のこれ。お、あ、見つけちゃいましたか。見つけちゃいましたよ。エンドレスですよ。つまりブレーキキャリパーとかも変えちゃってるの、はい、そうです。そこまでうち対応できます。これ額は言えないと思うけど、はい、相当これジェニッコが、バレましたか。そうなんですよ。ですよね。かかってるんですよ、この子は。なるほど。僕が商談した中ではもうトップレベルです。なるほど、はい、つまり一般的なグリルとかバンパーとか足だけではなくて、はい、結構こういうハードめなチューンまでも含めたコンプリートオーダーを受けてる、はい、というわけなんですね。そうですね。もちろんあの車検に適合しないものとか、あのお受けいたしかねるパーツももちろんあるんですけど、ほぼほぼはつけれますね。なるほど、はい。じゃあ、まあ、トラストさんといえばの、うん、タービンも T88 を2機掛けとかそういうのもできるわけですよね。それ回らないですね、はい、しかも私の知識が T88 で止まってるという T88 ってそう、まあ、一番でかいけど、でかいけど一番でかいけど、もうだいぶ昔のタービンです、ね、そうなんです。 そこで知識が止まってるでもなぜだ、なぜ私は T88 とか知ってるんだ。それはね、おかしいな。それはね、うなどんさん、もともと私は公務員ですからね。公務員なんですか。そうですよ、はい。あ、そうですか、はい、もういいんです、マシさんもういいです、言わなくていいです。さあ、日も暮れそうだし市場に行こうかな。うなどんさん、まだあるから話、まだあるんですよ。ごめんなさい、忙しいんで。忙しい、仕事あ、仕事です、はい、ね、何ですか、忘れないで。何ですか、何ですか。あのね、うちのコンプリートカーの最大の特徴です、はい、最大の特徴、うちのコンプリートカーだけにしかつかないエンブレムです、
グレッティパフォーマンスエディション。ああ、なるほど。このエンブレムがついてるからトラストで作られた照明になるんですよ。他にもそのトラストの本社で作った車にしかつかないパーツとかってあるんですか？はいはい、あ、この車だとこのサイドデカールですね、ここにグレッティパフォーマンスエディションと大きく書かさせてもらってます。これはもうオーナーさん、トラストコンプリートカーのオーナーさんしか買えないパーツです。オプションとして設定してるんですけど、一般販売はこれはしてないですね。リアのエンブレムももちろん、コンプリートカー専用のパーツになってます。もうこれはコンプリートカーには必ず付くんですけど、一般販売はもちろんしてません。ちなみに若さをアピールしているマスティさんですけども、はい、今しゃがむときに膝がパキッて言いましたけど、はい、大丈夫ですか？マイク拾ってますか？はい、拾ってると思います。あ、もうバレたな。多分バレたんだと思う。すみません。リアのエンブレムももちろん。リアのエンブレムももちろん。ありがとうございます。申し訳ありません。突っ込んでなんぼです。さあ。不思議な感じ、やば、太ももにチキンスキン、これは興奮するね。今まだ時速30キロとかそんなレベルですけど、いやー、最初はね、ちょっと私なんか何も喋らずいた時間があったでしょ。ちょっとね、あれ勘違いかなと思ってたんです。乗り味が全然違うんで。というのはサスが変わってるし、タイヤも変わってるから、だからこんな風にシエラじゃないみたいだって思ったのかなと思ったんですけど、違います。これはね、シエラじゃないみたい。今上り坂なんですけど、アクセルはほとんど触れず、めちゃくちゃスムーズに走っていくな。ただね、これ実はですね、ターボチューンの時によくありがちなことなんですが、ターボチューンしてしまうとターボチャージャーの特性になってしまって、そのエンジンの個性がね、結構消えがちになったりもするんですけど、でもね、よーくね、神経を研ぎ澄ますと、もともとのエンジンの特性は生きたまま、そこに全部に肉もぎされてる感じなんじゃないだろうか。まだね、エンジン回転2000回転しか回ってないんで分かりませんけれども、ちょっと踏んじゃおっか。いやー、これは乗りやすい。乗りやすいっていうと速くないみたいなイメージになるかもしれませんが、いや、速いんです。速いの上に、あのね、シエラの AT で感じていた重厚なんだけど絶対的な速度が低いことによってですね、イメージとしては車全体の重厚さがすごくクローズアップされてたんです。ただこのようにしっかりと馬力というよりもトルクが上乗せされると、何ですかね、重厚なんだけど機敏だから、ボディ剛性のしっかりあるスポーツモデルに乗ってるみたいな感じ。はあ、変わるね、印象全然違うね。さあ、一般道なので私の都合だけで走ることはできませんけれども、まあ安全の範囲内で0-40キロの加速をやってみます。それほど深くは踏みません。一般道を走るときにちょっと深く踏むぐらい。いきます。ノーマルで0-40キロいきます。いきます。いや、加速のスピードとかよりもこの音が気持ちいい。いや、加速速度も速いんだよ、もちろん。いや、しかし素晴らしいね。なんかね、あまりにも情報量が多すぎて、というのは
ノーマルと比べてどうこうというよりも全く特性が変わっちゃったので、あーいいねいいね、そうか、このぐらいのトルクの余裕があると全域でスポーティーな印象になるんだな。シエガってシエガって何度も言うようにエンジンは回せばすごいスポーティーなんで、エンジン回転数を上げていくとスポーツカーのフィールなんですよ。ただこのトラストターボはもう下の時点でむしろ上回さなくてもスポーツカーの雰囲気あるな。いやそれもね、この固められた足とファットなタイヤによって足元がねしっかりガチッとこう固定されてる感があるからというのも加味した上でのフィーリングなんですけど、ちょっとねドイツ車のねダウンサイジングターボのモデルに乗ってる時の印象がある。私あの 1.5 リッターのターボのミニ乗ってますけど、それと近いようなフィーリングがあります。単にねエンジンの出力だけじゃなくて、それはこれはねボディと足回りのしっかり感と合わせたフィーリングです。さあちょっと深めに踏んでみましょうか。いやすいません、踏めません。いやせっかくの動画取材なんでなるべく深く踏もうと思ったんですが早すぎる、そんなに踏めない、マジか。ダメだ、多分ねブーストもそれほどかかってないんですよね。ブーストがかかり始めたなと思ったらもうね速度が速すぎてアクセル緩めちゃいます。だ次は高速で試しましょう。さあ高速に乗ります。いやまだ合流路ですけど、もう全然満足。いや思えばねこれに乗ると改めて思うんだけど、シエガン乗ってる時は道の勾配とかね、これから合流だみたいなことを意識してましたね。あ、まもなく上り坂だなとか、まもなく合流だから踏まなきゃなって。あのねシエガの名誉のために言いますが、シエガ遅いわけじゃないんですよ。ただ意識はしてたんだなと思います。ただこのターボモデルになるとそういう意識を全くしなくていい。合流、全然早い。しかもここですね、120キロ区間なんで120まで行っちゃおう。マジかよ、ノーマルシエガでは頑張れの120だったんですが、マジかよチキンスキン、すげえ余裕じゃん。うわこれは意外、ちょっと待って一回90まで落としてこっから120いくよ、せーの、これもね踏み込んでないんです。ハーフスロットルまで半分までいってないと思います。いやこれはちょっと私の事前の予想を大きく覆す結果となりました。ギア比変わってないから変わってないんじゃないか問題、つまり結局エンジンの回転を上げちゃうんだから辛いんじゃないか、フィーリングとして辛いんじゃないか、車は辛くないかもしれないが人間が辛いんじゃないか問題は全くの杞憂でした。エンジン回転数今3500回転、120キロ、いやーこれはね
悔しいくらい余裕だよ。これはね、素晴らしい。あのね、見てる人は、見てる一般的な乗用車、排気量に余裕のある乗用車乗ってる人は、何を120キロごときで大きな声で喋ってんの、わーわー言ってんのって思うかもしれないけど、シエラ乗ってる人分かるよね。120キロはシエラは瞬間風速なんだよね。それで巡航しようって思わないじゃないですか。でも別に本当何度も言うけど、それがシエラの悪いとこじゃないよ、そういう車なんだから。でもこのターボシエラ、これ今隣に SUV いるじゃん、こんなのを余裕で後に追いやっちゃうほどのいい加速、そして120での巡航、こんな世界があったのか、シエラに。いや感動するぜ。いやこれはギア比関係ないぜ。あー楽勝。車体の安定性全然問題ないです。マジか。これ本当に鈴木さんがね、このトラストからターボキットを買って売ってほしいぐらい、そのぐらい一般的なチューンドカーに乗ったことがない人が乗っても全然違和感ない走行フィールです。これは素晴らしいかも。なるほどね。というわけでシエラのトラストターボキットモデル、あのね、速さはもちろんですけど、この違和感のなさ、ディーラーで売ってるって言っても遜色ないフィール、大変美味でした。ごちそうさまでした。いやー、マスティさん、はい、いやなんかね、はい、ボケを言おうかなとも思ってたんですが、いやこの感情の高まりは素直に伝えます、はい、教えてください。最高です。いやー一番の褒め言葉ですね。いや本当に今喋りながらもね、また、はい、チキンスキンが鳥肌が立ってるんですけど、はい、いや違うな、ちょっと寒くなってきた。おそれもありますよね。あそう、チキン肌ね、はい、チキン肌、チキン肌、はい、ですけど、はい、本当に良かったです、はい、ありがとうございました、はい、わーそう思ってもらえたなら、いや、うん、いやで、うん、私がちょっと事前にね、はい、あの今インプレでも言ったんですけど、はいはいはい、事前に懸念していたことがありまして、はい、言うてもギア比は変わんないわけじゃないですか、はい、そうです。そうだからこのローギアードなね、うんうん、シエガのエンジンがこうね、うなる感じ、あのエンジン音いいから僕気がしないんだけど、はい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 、でもうなっちゃったら結局同じかなと思ってたら違うんすね、乗ったフィールが。でしょ。なんで？そこはやっぱあのターボがついて全域でトルクアップしてるんですよ。回転回さなくても踏めばもうスッと出る。それはトルクがあるからなんですよ。その目標のスピードに対してスッと短時間でも上がっちゃうから、はいはい、エンジン音が気にならないですね。そういうことですね。いや素晴らしい。さすがですねこれ。一から全部開発したという。いや僕じゃないけど。違う。僕じゃない。あ違うんですね。別の人間がね。あ別の方がね。そう。はいはい。いやでもこれ素晴らしかったです。あれですよね、なんかガソリンは気をつける点があるんですよね、うん、はい、あそうなんですよ。あの標準ですとレギュラー仕様なんですけど、やっぱりパワー高めてる分ですね、あの廃屋仕様、はい、廃屋指定で一応このターボキットはリリースしてます。なるほどなるほど、はい、廃屋だからこそこうちゃんとブーストもかけれるし、はい、あの点火時期なんかも、はい、攻めることができるわけだしみたいなことですね。とこなんですね。やっぱパワー求めると廃屋にどうしてもなっちゃう、はい、レギュラーでも走れないことはないんですけど、それだと燃費が悪くなったり、あのブーストかからなくなっちゃうんでパワーダウンにもつながりますし、正直いいことないです。もう廃屋限定と思っていただければ で、ね、で今ちょっとそれを聞きながら思ったんですけども、はいはい、ただね、はい、ブースト系を見てたら、はい、そんなにブーストかかってないみたいなんですけど。そうなんです。標準ではコンマ3か4かぐらい。あ、やっぱそうなんですね、うん、そうなんです、はいはいはい、もうそこまでしかかけないようにしてるんですよ。かけない、その理由は、はい、まあそれ以上やろうとしたら今度はエンジン本体に手を入れなければいけなくなっちゃう。これヘッドガスケットもノーマルのままですから、はい、あくまで街乗り前提のターボキットですから、はい、パワー云々よりも街中を快適に乗りやすくするためのターボキットです、はい、だからそこで一番いいブーストを
を求めた時に出た答えがコンマ3か4。もちろんね、トガストさんですから、このシエラをベースにですね、1200馬力ぐらいがね、はい、簡単出せますよね。もう 2J 乗せてね。そうそう、2J 乗せて、ね、もう全然車が違うみたいな。まあでもそういうこともできるメーカーさんですから。だけどできるんだけど、あえて抑えてるわけですよね、はい、だ耐久性もありますけど、はい、乗りやすさのことも考えてるって感じじゃないんですか。もちろんもう乗りやすさ優先です、この子は。ですよね。ターボキットというと一般的にはやっぱモアパワーモアパワーという感じがまあ一般常識なんですけど、この子のターボキットはちょっと違うくて、やっぱりもう街中をいかに快適に乗るか、そこに重点を置いて作ってます。なるほどなるほど。とすいません、なんかまるで私がですね、またしてもトラスト側みたいな誘導してしまいましたが、でもね、本当違う、そうでね、全然違いますもんね。タイアップでも何でもなくてですね、でもね、本当にね、街乗りがね、乗りやすかった。マジで、ブローオフの音とか、エキゾーストの音とかは確かに大きいですよね。だからそれはすごく気分を上げてくれるけど、それを除けば特性としてはメーカー純正でこういうターボエンジンがあってもおかしくないっていうか。ああ、それね、うちのコンプリートカー乗ってくれてる、ターボシエロ乗ってるお客さん結構それおっしゃいますよ。あ、そうですか。やっぱなんかノーマルでもともとターボだったみたいだねみたいな。あの、例えばこれ車検とかってどうなるのって思っちゃうんですけど、そこも皆さんやっぱ気にされるんですけど、うちのこのターボキットは触媒付きであれば車検は全然 OK です。このままディーラーも行けます。その会社によったりもするんですけど、基本車検に対応しているターボキットなんで、ディーラーとしては断る理由はないかなとは思います。そうなんです。ディーラーのことをね、一言付け加えておくと、特にジムニーとかシエガってカスタムが結構多い車なんで、割と寛容なお店も多いんですけど、店によってはね、資格紙面で完全ノーマルじゃないとっていうところもありますんで、それは事前に聞いた方がいいと思います、はい、あとね、取り付けに関してなんですけど、はい、結構僕ね、取材とは別に真剣にこれ調べてたんで、こうすると割と全国のそんなにハードチューンをしないような整備工場さんでも取り付けしてたりとか、なるほどなるほど、してますよね。そうです。なんですかこれ、あれですか、取説が結構丁寧そういう問題そういう問題じゃなくてそういう問題じゃなくて、取説が綺麗に書いてあるとかそういうことじゃなくて取り付け難易度はターボキットの中ではかなり低いです。かなり低い、敷居が低くなってます。ボルトオンターボキットのもう名のごとくですよね、はい、あのボディ側への加工は一切ないですし、本当、まあ、一般ユーザーさんがやるとなるとハードル高いと思いますけど、はい、基本的な知識が頭の中に入ってるメカニックさんであれば、はい、あの難なくつけれると思います。ターボキットっていうと、はい、結構敷居が高いような印象ですけど、はい、乗ったフィーリング、はい、それから取り付け時の難易度とか、はい、車体への加工の少なさ、なさ、はい、なんかも含めて、はい、割と実はハードが低めのものなんですね。そうです。そうです。もう本当ハードチューンというよりか誰でもできる、誰もが手を出しやすいカスタム。お金がかかりますけど、そういうところで敷居は下げてます。なるほど、はい、ちょっと最後マスティさんがこの営業の腕を見せましたね。バッチリ決めました。こういうことっすよ。営業に必要なのは口です。決めました。口なんだ。はい。というわけで、あのトラストの、あの上層部の方、あの来月から給料を2倍にしてください。あ、そういうアピール OK です。OK ですか。はい。キックバックをいただきます、はい、私が。キックバック、はい。よろしくお願いします。さあ、というわけで、松井さん、はい、今日は一日ありがとうございました。こちらこそです。はい。これからこのね、NA エンジンで帰るかと思うと、はい、ちょっと帰りの高速がね、速度もうちょい欲しいと思うかもしれませんが、でも私は、この状態でも大好きではありますので、はい、これからも元気にこちら乗って頑張りたいと思います、はい、いいと思います、はい、どうもありがとうございました、ね、はい、こちらこそです。ありがとうございます。失礼します、はい、ありがとうございます。いや、違うちょ、デモカーだって、こっちは待て